はい。ということで、はい、1本目終わりまして、うん、まあ、お便り会ですね。はい、お便り会って、そうね、まあ。最近やってなかったですよね。前やったけどな、なんか、早瀬、お便り会な。ちょっと前。僕も多分むちゃくちゃ疲れてる時です。そうね。うん、疲れてる時に、箸休めとして使われるお便りもどうかと思うけど。あの、お便り僕、ベンチって呼んでるんで。うん、まあまあ。そのね、ちょっと休ませていただく意味も込めて、いっぱい送っていただけるとね、こちらとしても気持ちも楽ですし。ベンチ多い方がなんかいいでしょ。まあね、うん、リザーブがいっぱいいる方が、そうそうそう、いいチームになるからね。うん、ということで、まあ、今回、まあ、岸本の方なんですけれども、はい、岸本はちゃんとやりますよ。はい。いきます。教えて都市伝説。はい。ということで、まあ、いつもの、都市ボーイズが好きなのを話すというようなコーナーでございますけども、はい、今回ちょっと話したい内容っていうのはですね、はい、ちょっと、前、うん、どれくらい前かこの頃には僕ちょっと計算できないんですけども、うん、都市花、はい、都市伝説の花園さんのところにちょっとお邪魔したんですけども、うん、はいはい、まあ、その時に話題になって、うん、あ、そういえばなんでだろうっていう疑問が僕の中で湧いたことがあって、うん、でそれがですね、はい、恐怖にまつわることなんですよ、はいはい、ちょっと質問の中で、うん、怖いもの、うん、今までの人生でって言ってたっけ、あ、なんか一番怖いものなんですかみたいなのを聞かれて、うん、まあ俺ら二人が答えるっていうくだりが、うん、まあ、あったんですよ、はい、でそれ聞かれた時に、うん、あと結構すぐ出ました、パッと。僕口の中にカッターナイフ入れられたって話しましたよね。いや、したんだけど、うん、すぐ思い浮かんだ。それがやっぱ一番強烈だったから。やっぱじゃあそれはあったと、うん、もうだって超えらんない、ね、忘れらんない感じで残ってたってことね、うん、なんか仕事のそれが、うん、ビフォーアフターで、うん、実は、うん、あんなことだけれども実は大きな分岐点というか、うん、でこれそこの、うん、これよりきつくなきゃ続けようと思ってて。ああ、はいはい。仕事もね。なるほどね。うん。だから、口の中に刀振り入れられる以上のことやられたらもうやめようと思ってますけど。なるほど。うん、まあ、だから大抵のことは大丈夫って思ったっていうぐらいですけどね。それ、いつぐらいだっけ？きつくても。AD 時代だっけ ?22 の時。22か、うん。うん。まあまあ、まあ言ってもそんなにすげえ前ではない。うん、そうそう。じゃ8年前ですね、うん。で、うん。まあ、普通の人は大抵そういうのに何個かあると思うんですよ。うん、何個か。うん。やばかったなって、うん、僕結構聞かれた時に思いついたの思いついたんですけど、うん、怖いって感覚がだいぶ薄れてるなと思って、うん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 、その大人になってから受けたその怖いことっていうのが、うん、はいはい、で思い出したのがやっぱりすごい幼少期の怖い恐怖体験みたいなのを言ったんですけど、うんうん、でこれなんで俺こんなに怖いって思わなくなったのかなっていうのがすごい自分の中で疑問が湧いて、年取るにつれて、そうそうそう、うん、でも別に年齢いってもすごい怖がりな人っていっぱいいるわけじゃない、いるいる、でなんで俺急にそのある時期から恐怖っていうのが薄れてきたのかなっていうのがすごい自分の中で気になったんですよ、はい、だからちょっと恐怖について調べたんですよね、うんうん、いろんな理由が知りたくて自分が、うん、あなたは結構そういうのってあります、その年を取ってからの方が恐怖って感じないとか、うん、いやそうあんまない、あんまない、やっぱじゃ、うん、フラットに今も怖いものは怖いし、あんま変わんない感じで来てる、その怖いの種類が変わってきたかな、うんうんうん、最初はもうほんまに要は分かりやすいように殴られそうとかね、うんうんうん、そういうのも怖いし、そういうのを覚えてたんですけど、うんうん、今なんか、あ、もしかしたらこれやってたら失ってたかもしれないなっていうのとかは怖かったりして、後で考えると、なるほどね、例えばですけど、なんかその冗談で、うん、奥さんをね階段から突き飛ばすアクションみたいなのしたんですよ、うんうん、冗談で、うんうん、肩をちょっと押す、ね、プライベートでなんかの流れだよね、ちょっとポンと押すみたいなね、うん、はいはいはい、そしたら奥さんが、やめてよ、落ちたらどうすんのよって言って笑いながらケラケラ降りていったんですよ、うん、後でね、普通のことじゃん、後でこれもし足踏み外して転んでたら死んでたんかもしれないなって思ったらめちゃめちゃ怖くなって、マジでね、すごい謝った、想像したってことね、うん、その後のことね、落ちてたら本当に失ってたかもしれないと思ってめちゃめちゃビビって、その時は震えましたけどね、うん、むっちゃ謝った、うん、なるほど、ね、そんくらい、いや、そちょっと変わってきた、だから
ああ種類がちょっと変わってきたけど、うん、恐怖心自体はそんなに変わらない、ね、大事なものが増えたからなそれもまあ気にしてるのかもしれないけど、うん、で僕ねちょっと思ったんですよ、うん、このまあこれ撮ってる時はもう多分秋、うん、放送は秋ぐらいになってると思うんだけど、うん、まあ、夏場、うん、やたらとまあ階段の話とかを、ああ、はいはい、まあ、僕らにも来たってのもあるし、うん、まあ、世の中的にすげえやってんなって思ったんですよ。で、みんな好きだなって思ってたのね、うん、俺はその恐怖を感じることが好きなんだなと思ってて、でこれって日本人だけなのかなって思ったんですよ、うん、で結構見てたら、うん、やっぱ日本人はかなり特にね、あの、うん、好きなんですよね、うん、怪談というか怖いものっていうのは、うん、はい、これなんでなのかっていうことがあるところで分かったというか、うん、ほうほう、っていうのが日本人って一番怖がりな人種なんだって。へー。でその理由っていうのが、うん、なんだと思う。なんで日本人が怖がりな、怖がりな理由、そう世界で見たらね。なんだろう、そのわかんないの。そうだよね、地続きじゃないから。島国だから、島国だから。ああ、まあまあまあ、うん、そんぐらいしかない。あ、でもね、それもあるしちょっとだけ気にしてんのかもしれないんだけど、うん、まあ結論から言うと、はい、遺伝子で決まってるんじゃないかって話があって。そんなことある。そうで、恐怖遺伝子っていうのがもうあるんですって。あの怖がる、怖がるっていうメカニズムの中に遺伝子が作用してて、うん、恐怖遺伝子っていうものが、まあ、まずあるっていう、はいはい、でもあんま知られてないと思うんだけど、でそれがまあ人間には必ずあると、うん、でそれの種類がまあ何パターンかあって、うん、でその中でも怖がり体質な人っていう遺伝子と、うん、まあ、そうでもないっていう人がいると、うんうん、で、まあそれが日本人は 97% 持ってると。お、怖がり遺伝子を、遺伝子を、うん、でもほぼですよ、ほぼ怖がり、うんうん、100人中97人って、うん、相当な数。それ持ってる持ってないとじゃ全然違うんですか。まあ、これちょっとややこしいんだけど、うん、3種類あって、うん、その、ある形のもの、うん、なんとか型、まあ、L 型っていうのが多いとか、うん、少ないで、まあ、多少違うんだけど、うん、基本的にはその種類が3つの中でどのパターンに分かれるかっていう、うん、まあ、超怖がり、はいはい、まあ、怖がり、うん、全然怖がりじゃないぐらいに、うん、すごい簡単に言うとそんな感じ、うん、でその中で日本人はその超怖がりと怖がり型が、うん、多い、97%、うんうんうん、で3%は全然何も感じない、まあ、感じないってことはないんだけど、その普通の人よりは、まあ、あんまりそう怖がらず、うん、づらいというかな、うん、まあ、言い方難しいんだけど、うん、まあ、そう遺伝子的にはそういうこと、うん、恐怖を感じやすい方が、うんうん、はいはい、とにかく多い日本人は、うん、だからまあ 97% いたらそれは怖がりが多いと、うん、でちなみにだけど、アフリカ、南アフリカとかは 32% とか、うん、まあ、全然怖がりじゃない、全然違うんだよ、うん、でそのパーセンテージでいうとやっぱり日本がもうダントツ、うん、アメリカとかだと 77% とか、うん、インドだと 67% とか、うん、まあ、要は日本人だけちょっと異常に高い、異常に高い、うん、だから怖がりが多い人種っていうふうに言えるじゃない、うん、ここだけ切り取るとね、まあね、だからまあ怖いものにその感度が高いというか、うん、だから興味もいくし、うん、階段が多いんじゃないかなっていうことに、まあ俺の中ではちょっと結論ついたというか、理由が一個分かったなっていうのがあって、結構これがまあだから、じゃあ日本人って体質的にというか恐怖を感じやすい体質だというのが分かったんだけど、なんで多いか、なんで多いかっていうのは分かんない、まあ遺伝子だから、うん、多分でもさっき言ってた島国っていうのもなんか関係あるんじゃないかなっていうのは俺はそこはちょっと思ったところ、うんうん、なんかね、あのアフリカ系の方はない、うん、少ない、うん、でアジア系は多いって感じかな、うん、分布にしていくと、うんうん、で、まあ、でもそれで言うならばだよ、うん、俺が怖がりじゃなくなったのっておかしな話っていうか、うん、その珍しい 3% だったのかっていう話なんですけど、多分違うと思うんだよ。まだ目覚めてないだけじゃないですか。
本当の恐怖知らないからじゃないですか。あ、恐怖をってこと、うん、あ、これが恐怖かって覚えたらもうそれから全部怖くなるみたいな。ああ、に、まあそうね、ひえーっつって恐怖を感じたことはないってことはないんだけど、うん、よくあるその、うん、要は花粉症なんていうのも、うん、まあ、なってないだけで今後なると言うじゃないですか、うんうん、今花粉が溜まっていってるだけでそれがバーストするのを待ってるだけだみたいな、うん、あなたもそれで器が溢れるのを待ってるみたいな、ね、そうそうそう、あなたも恐怖が今溜まっていっていて、うんうん、なんかのきっかけにもうむちゃくちゃ怖がりになるみたいなね。そうね、あ、うん、まあないとは言い切れない。でも恐怖で恐怖って全然わかんねえな、やっぱあのあれなんですよ、キラキラ笑ったもん、ね、いやいや、そう、俺笑っちゃうのもちょっと癖があって、ほら怖わかんない、どうしていいのかわかんないっていうか、全然わかんねえな、怖がり、うん、怖がらせに来てる人に対してどうリアクションしていいかわかんないっていうのはあるね、ちょっと、うん、じゃあ滑稽でしたか今の僕のパンチをするというどうすればいいんだろうって思って、うんうん、まあまあ難しいで、はいはい、恐怖ってでも、うん、一言で言っても一個じゃないじゃないですか、うん、さっきあなたが言ってた種類が、あ、まあそれはそうだ、結構あるでしょ、うん、で人間の中で一番怖がられてるものって何なのかっていうことなんですよ。それはあれでしょ、想像してない恐怖でしょ、未知の恐怖ってやつね。未知というよりはできてない恐怖、できてないってなんかあの水曜日のダウンタウンでありましたけど、ここに人がいないだろういうところに人がいたらめちゃめちゃ怖いみたいなだったじゃないですか。あったね、うんうん、だから未知というよりはその想像できてないところでふと出てくるような怖さっていうのが一番やっぱ苦手なんじゃないですか、うんうんうん、想像できてない、うん、だから前で言うと、うん、あの試着室とかああいうところに人がいるみたいなね、まあ、絶対に普段ならいないっていう。ベッドの下とかいろいろありましたけど。じゃあ未知の体験とかってこと？かな。まだ自分がだから想像できてないところに人がいたりとかするのがやっぱちょっと怖いんじゃないかな。その想像というか、そうだね、脳で想像してないとこ斜め上から来るのが怖いんじゃないかな、うんうんうん、なるほどね、うん、なんか大きく分けるとなんだけど、うん、その実害というか、うん、要は自分の危険、うん、身に危険が起こるっていうタイプの恐怖と、うん、さっき言ってたちょっと分かんないものに対する恐怖ってちょっと種類違う気はするんだけど、うんうん、なんかねあの統計みたいなので見ると、うん、人間やっぱ怖がる性質のものっていうので言うと、うん、恐怖症の数とかが多いのは高所恐怖症、うん、これがまあ一番多いっていう言われてて、あとそうそうそう、うん、でも高い、あなた高いとこそもそもどうですか。あでも普通だと思う、足震えるぐらいで、あのもうどうしても無理とかはない、うん、結構さ、うん、まあ、俺も比較的多分大丈夫な方なんだけど、うんうん、マジで怖がる人って、まあ、ダメですね、あのもう登れもしないとかって言うじゃないですか、体震えてるのがもう本当わかるし、うんうんうん、先端恐怖症もね、ホタテースの川口さんも先端恐怖症で、あらしい、ね、指さすだけでもやめてってなりますから、うんうんうん、そうそうそう、うん、なんかまあ、それよく聞くじゃん、うん、あのまず高所、うん、で、まあ、先端もじゃあ入れちゃうとして、うんうん、はい、義理のお父さんになった義理のお父さ さんが恐怖症、そう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 、それはお父さんがそんなうちの父親が亡くなってから時々家に来ることがあるんです、うん、で夜中お母さんが寝た時に、うん、おいちえちゃん、おいちゃんと一緒にベッド入らないって言われて、そこからすごい怖くなるみたいな、ああ義理のお父さん、まあ、それはかなり、うん、リアルにはあると思うけどね、義理のおじさん恐怖症、うんうん、そうです、義理じゃなくても怖いからおじさんに対する恐怖とか ね多分ゆっくり寝られるよ、うん、どんな感じ言われたら怖いわ、義理のおじさん恐怖症、それ、うん、男でも怖いもん、ね、あ、本当ですか、うん、あ、そりゃそうか、まあでもそうね、それもあるか、うん、まあ言ったら対人だね、じゃあそれは、はいはい、対人恐怖症なんて多いでしょ、うん、対人に対する恐怖症、土地見知りするもん俺、え、土地見知り、土地見知り、うん、新しい土地に行くとゲロ吐きそうになるんですよ。なんで、いやもう不安になって、なんでよ、いやダメだ、行ってるでしょ結構、だから奥さんとだったらいいんですよ、普通に行ってるでしょ、処理だともう何もできなくなっちゃって、うん、なんでそれは危険を感じてんの、わかんない、結構ねあの気持ち悪くなっちゃう、土地見知り、人見知りもそうだけど、うんうんうん、土地見知りの方がきつい俺、へえ、うん、新しい場所で一人ぼっちされちゃうともう本当に苦手、そう なんかね理由があればいいんですけどね、例えばなんか妖怪のとか、うんうん、そういうのがあればいいんです、なんもなくふとここにいなきゃいけない時間ができる時ってあるじゃないですか、例えばですけど、うん、あの仕事場行ったら、あのすみません、うん、1時間前の会議をしてましてちょっとブラッとしてくださいみたいな、うん、あるある、もうあんなのできない全く、俺結構ワクワク型なんだよそれは、苦手だな、あの
楽しいって思っちゃう、うんうん、できない。そうね。あと、閉所恐怖症、閉所ね、これも、うん、まあ多いとされてる。めっちゃ好きだけどな閉所。あそう、うん、好きなんだ閉所。暗所すごい好き、落ち着くわ。逆に落ち着く、うん、狭い方が好き、暗い方が好き。だいぶそれはそこも好きってやつはあんまいないよね。すげえ落ち着きますそっちの方が僕は。だから毎回隅っこの方の壁際歩きますし、うんうん、狭い方に行きますね。へえ、うん、そっちの方が好き、落ち着く。なんかあとね、うん、この辺になるとちょっとねピンとこない人もいるかもしれないんだけど、ヘビ、うんうん、が恐怖症っていうのがあって、ヘビ、うん、恐怖症っていうのがあって、うんうん、これが結構な確率っていうか高いんですよ、うん、普通じゃないそれ。ヘビ怖いで、ヘビって、うん、でも言ったらなんでヘビだけなんて思わない？ヘビ、うん、怖い人はなんか虫も怖がりそうだけども、いろいろいるじゃん、うん、でプラスクモ恐怖症っていうのもある、うん、あるある。でもこれも、うん、なんでクモなんて思わない？クモだけなんて、ね、だけなんていうか、うん、確かに、ね、別にもっと怖い要素あるっていうか、うん、致死率高いやつとかいるわけじゃん。要は毒持ってるやつ恐怖症みたいな広いやつ取ったらいいじゃないと、うんうん、まあまあそうね、それで言うなら、ね、クモっていうちっちゃい、うん、その枠だけで恐怖症作っちゃうのかどうでしょ。そうそうそう言ってるのが。でもこれさ昔からまあ、あなた周りにもいない？そのヘビだけすっげえダメっていう人とか、うん、いるいる、あとクモだけ超ダメっていう人っているいるよね、うん、俺もいるんだよ。虫は触れるけどクモだけダメみたいな、ね、そうそうそう、いるいる。でこれ俺も周りに何人かいて、うん、ただ日本でだよ、うん、ヘビなんてほぼ見ないじゃんぶっちゃけ。あれは東京住まいだからね、あれだけども田舎じゃめっちゃ見ますよ。あ、いる？めっちゃいますよ。そうそう、青大将やから。あ、めっちゃいますよ本当。だって田んぼなんてもうヘビめっちゃおるやん。うん、ああそうなの、知らない。ああそうそう、田んぼめっちゃいるんですよ。たまに見るけど。よう泳いでますよヘビ。ああそう、うん、ヘビ全然怖くない。 あそうなんだ。よう見てるから、うん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 、いや 逆に言うと、うん、都会じゃまあ見ないわけです。見ない見ない、ぶっちゃけこっち来てヘビなんて全く見てないよ。東京で俺その動物園とか以外で見た回数って多分本当に両手で入るぐらいで済む、うん、ちっちゃいのが大きいのまで入れて。俺ないまだ。あ、まだない、うん、いや、あ、そう、それぐらいなんだよ。だから多分確率的に言ったら、うん、でもめちゃくちゃビビるんだよ その、うん、それこそテレビでちょっと出るぐらいでもいやーってなる人を何人か知ってて、うん、でこれ俺不思議だったのよ、うん、俺はそうじゃないから、うん、なんでヘビだけそんなに過剰に反応するのかなっていうのがあって、うん、でこれ実はヘビとクモだけもしかしたら、うん、あの理由があるっていうのがあって、それがその遺伝するっていう、恐怖が遺伝するっていう話があって、お父さんお母さんがにやっちゃったと。そうっていうか、うん、もっと先祖から代々。これはなんか不思議なんだけど、うん、その人間がその生き残っていく中で、うんうん、危険度が高い動物とかを見たら、うん、あの逃げなさいみたいなのがさ、本能というか本能があるじゃない。面白い。でもそれで言うなら、うん、ライオンとかでもそうだし、うん、もっといっぱいいるわけじゃん。それこそ変な話、うん、ヘビだって全部が毒ヘビじゃないし、うん、クエラもいるし、ね、そうそう、ね、なんだけど、うん、それってなんかあのこの毒グモとか毒ヘビっていうのはもう長い 年月いると、うんうん、もうずっと昔から人間の脅威の一つだったというか、うん、っていうのがどっか刷り込まれてるみたいで、うん、でこれあの赤ちゃんに実験したんだよ、うんうん、赤ちゃんだったらそのまだ分かってないから分かってないじゃん、ね、どれが危険かっていうのって判別つかないじゃん、うん、で赤ちゃんにそのいろんな動物とか見せて、うんうん、ライオンはまあこんな感じとか絵を見せた時に、うんうん、ヘビとクモは異常にやっぱり危険だっていう恐怖を感じてるっていう、うん、まあ、実験結果が出たと。要はこの日本、あ、日本じゃないのか、俺全部か、うん、全部全部海外も、うん、あ、そっか、じゃあ違うな、なんか日本にライオンとかいないからと思ってたけど、うん、そっか全部か、まあ、そうそういないわな、ライオンなんて。ライオンなんて持っていないじゃん、うん、ね、うん、でもだからまっさらな、うん、要はさ毒グモとか俺ヘビって怖いってイメージで怖がってると思ってたの、うん、恐怖症の人って。サソリがいるところでサソリ怖がるんかな、あるかもしんないね、うん、ね、もしかしたらね、ちっちゃい。そうだから俺そのイメージとか、うん、トラウマ的なものでどんどん怖がってんのかなって思ってたのが、うん、実はもう遺伝子的に決まってて、ね、うん、要は先祖に
なんか例えば噛まれたとかそういうことがあって、うん、それがどんどん受け継がれて、うん、今生まれた瞬間からもう恐怖を感じる、うん、人がいるんじゃないかっていう話とかもあるから、はいはい、お母さんの本能知ってます？どういうことですか？お母さんの本能、いや、まあ、いろいろあるでしょ、本能って、一緒に子供と寝るときに赤ちゃんと、うん、寝返り打ったら押しつぶして殺すじゃないですか。まあまあ物に横にたらね、うんうん、まあちっちゃい子なら、うん、そうそうそう、うん、赤ちゃんだったら、ね、うん、ありえるね。でもお母さんになると本能で、うん、もう赤ちゃん守らなきゃって思うから、うん、寝返り打つときに子供を抱きかかえて寝返り打つらしいですよ、うん、それは誰にも教えられてないのに。誰の話なの、そのお母さん、どの動物の。いやいや、人間、人間、あ、人間、うん、あらしいですよ。だからあなたもしてる、ちっちゃい頃赤ちゃんの時に本当お母さんが寝返るって、うん、岸本誠死んでる時もあったと、うん、だけども人間っていう本能があるから、うん、ちゃんと抱きかかえて寝返るつらしいですよ。これも無意識にしてるから。でこれが本能、俺それを見たことがないな、うん、でもそれが本能らしいですよ。あるんだ、うん、みたいです。お母さんになると急につくんですって。で今までしたことないのよそんなの、うんうんうん、寝返り打つとちょっと寝返り方が変わるらしいですよ、子供ができると。へ、本能で守らなきゃいけないから。お母さんになるまではないのかね、そういうのって、ね、ないらしいです。お母さんになってから不思議だよね、急にその母性というか、うん、本能ですからね、それもものすごい、まあ、動物的なやつなんだろうね。そうそうそう、で自分のまあ産んだ赤ちゃんっていうのを殺しちゃダメだと思うから圧死させないようにくるっとうまく巻き込むというのを話聞きましたね、うんうんうん、なるほどね、うん、すごいですよ。だから本能ってね、面白いもんで動きにも出るんだっていうね、そういう、まあそれこそだから DNA というか、うん、遺伝子に組み込まれて、そう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 、どうやったらその種族が生き延びていくかっていうのが、うん、まあ、知らないうちに受け継がれてるってことじゃないですか、うん、面白いですね、うん、でだからそれで言うと、うん、まあ、ネズミとかも多い、うん、恐怖症が多いのは病原菌が多いから、うん、まあ、そういうので危険だと察知してんじゃないかとかっていう説があると、うん、確かにね。だからまあ長い年月、うん、昔からいるじゃん、ネズミもヘビもクモも、まあね、うん、でそういうやつの方が刷り込まれてて恐怖症が多いんじゃないかっていう、うん、だもうそれってどうしようもないよね、うん、組み込まれちゃってんだったら、まあね、うん、ださっきの話もそうだけど、遺伝子状態で人間、まあ、さっきの最初のは日本人っていうことだけど、うん、まあプラスそのものによっては遺伝子的に危険察知として恐怖を感じてるってものがあるから、逆を言うとですよ、うん、僕恐怖あんまり感じないっていうのは、うん、死の危険に対して鈍感になってるってことでもあるじゃないですか。それかあれなんじゃないですか、ほんまに猿から一発目の人間なんじゃないですかどういうこと、猿から一発目だったら俺の親猿じゃない、そっかしくないそっかそっか、うん、猿なんじゃないいやいやいや、おじいちゃんか、うん、おばあちゃんぐらいだったなと思って、うん、その話急に人間だったんじゃない、だから今突然変異的に、だからほんまに突然変異で岸本になるチンパンジーから浅いんじゃない、だから人間が、僕らが例えばですけど年代的に、うん、100、200であるとしようや、うん、100、200で、まあ、なんか数字ね、そうそうそう、人の数字をひー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 がつく数が多い、ひーひーって何、ひーひーじいさんとかね、ひーじいさんって、ひーがつく数が多い、先祖ってことね、僕とかはね、うん、すっごい長いけれども、みんなそうでしょ、ひーさんはもうひーじいさん上ぐらいから猿急激な進化を遂げてる、うん、だから仏壇に猿いません、いやいや仏壇っていうかもうその時点で仏壇の家に猿いません、じいちゃんばあちゃんで、ね、もうねそれあれじゃない、うん、笑ってはいけないのあったな、うん、なんか鳥のだいぶ前の模様みたいな、うん、あったあったあった、だいぶ前のね、バナナ食うてる猿いません、うん、家の中に、いやいるかもしれない、うん、探せばね、ね、わかんないけど、キーオみたいなやつ、いやだからちょっとだから俺ね、うん、それを思ったんですよ、 そこじゃないだから、その、うん、生存本能みたいなものがどんどん薄れてきてんのかもなっていうのもちょっと感じたんですけど、うんうん、でまあ恐怖症っていうのはだからいろんなものがあって、うん、その遺伝子で決まってるものもあるから、うん、怖がること自体はだから普通というか、うん、怖がることを嫌がる人もいるじゃん、うん、なんで私こんなビビリなんだろうみたいなこととかで、うん、いるいる、うん、でそれで言うならもう日本人はしょうがないっていう部分が多いっていうことなんですよ、うん、で僕は大丈夫なんですけど、うん、まずその恐怖心っていうものって結構ダメなものとされてるじゃないですか、うん、恐怖心があるから、うん、ビビリだなお前はとか、舞台出てうまくいかないとか、そういうことね、いろいろあるんですよね、はいはいはい、うん、で怖いから次の一歩が出ないとか、うん、
さっき言ったので言うと高いところ行けないとかいろいろあるんですけど、うん、恐怖心ってある程度、まあ、さっき言ってた遺伝子で日本人はしょうがないんだけど、うん、克服することはできるっていうことなんですよ、うんうん、はい、で結構恐怖を克服する方法ってどんなのがあると思いますか、うん、もうあれじゃないですか、だからもう荒漁じゃないけれども、うん、もう目の前に出すとか、出すっていうのは本当にこれは怖いもんじゃないよと、 あなたがただただ雲が怖いっていう人の前に雲を出すってこと、そう、あでそのさ触らすまではいかないけれども、はいはいはい、触ってるやつを見るとかね、めちゃめちゃうんよし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 みたいな、全然怖くないんですよ、うん、雲って実はなるほどね、うん、頭も良くて懐くんですよ、うんうん、みたいな、こんな可愛いのはいませんよと、うんうん、感じにその怖くないっていうのをもうそういうアピールするみたいな、なるほど、うん、まあ、正解だね、一個方法としては合ってる、うん、まあ、ありますもんね普通にね、うんうん、そう今の言うのはまあ簡単に言うと練習だよね、うん、そうそうそう、その、自分にそれがいかに怖くないってものを、うん、すり込ませていくというか、だから怖いがすり込まれてなったら怖くないもすり込まらせれる、うん、そうそうそう、うん、それも一個ある、はいはい、ただそれをやる前にもう一個 やった方がいいことがあって、うんうん、その本当にそれがどれくらいの危険なものかっていうのを冷静に一回分析するっていうのをやると全然違うんですって、うん、その例えばじゃあ雲が怖いっていう人っていうのは、うん、なぜ怖いかっていうとやっぱ噛まれるとか、うん、毒があるとかってイメージがあるから、うん、じゃあどれだけ毒がある雲がいてどれくらいの毒なのかっていうのとかをちゃんと分かっていれば、うん、ない雲を見た時にあこいつは大丈夫だってなるっていうので、うん、情報としてそれがどれくらいのものか、うん、知識で恐怖をリカバーするというか、そうそうそう、うん、本能をそう理性で抑えるみたいな、はい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 、だから飛行機が乗るのが怖い人っていうのは、うん、飛行機じゃあ事故に遭うのが怖かったりするわけじゃん、うん、事故がどれくらいの確率であるのかとかを見た時に、うん、実はじゃあ自動車事故の方が確率が全然高いぞ、うんうんうん、車は乗れてんのにじゃあなんで飛行機乗れねえんだみたいなこととか、うん、でそういうちゃんとしたなんか実際の危険度のことをちゃんと情報として知ると、面白い、理性で抑える、うん、でさっき言ったように練習してると、うん、ちょっとずつ蜘蛛の巣手入れてみたりとか、蜘蛛の足ちぎって食べてみたりとか、いやレベルアップしすぎだろもうそれいやできるやつ、わかんないけど触れるやつじゃん、なんかそういうちょっと、うん、できるところからちょくちょくやると、だからそのネズミ嫌いな人は、うん、ハムスターから徐々にドブネズミに変えていくとか、ね、そうそうそう、グラデーションみたいにしていくとか、そうそうそう、ドブ臭く変えていくとか、だからヘビだったら最初はちょっとそのキャラクターもののヘビからいくとか、うん、はいはい、ですね、なんかあるじゃないですか、可愛、うん、いやつとか、うん、ヘビの中でもちっちゃくて可愛、うん、いい系のやつに手出してみるとか、うろこのあるだカナヘビとかを先に飼ってみたりとかね、可愛らしいからで何の肉か分かんないけど、うん、食ってみたらヘビでしたみたいなクイズ出してもらうとか食っちゃったらもう怖くないじゃん、仲のいい友達いるな、ね、なんかそういうちょっと、はいはい、恐怖心がどんどん薄れていくように、うん、何回も何回も繰り返すと、うん、慣れるんですって、うん、恐怖っていうのも、うん、だから怖いって思うことに対しての練習をしていくっていうのはすごいいい方法らしいですね、うんうん、でそれプラス、うん、もう一個あるのが、うん、最悪を想定するという方法があって、それを上回る怖いことを考えちゃうっていう方、うん、これは例えば怪談とか、うん、ホラー映画みたいなものとか見てる時に怖がる人に、うん、よく言えることなんですけど、うん、想像できないことが起こるが怖いというのがあるじゃないですか、うん、意外性だったりとか、はいはい、でそれを上回るようなことを常にこう考えるように癖をつけとくと、うん、実際起こるのがそれ以下だった場合、うん、そんなに驚かないじゃないっていうことがあって、だからまあ何でも言えるんだけど、うん、死ぬっていうのが最悪だとしたら、うん、まあ、常にその死ぬ可能性を考えながらいればちょっとした怪我が起きたとかっていう時でも、うん、まあまあ死ななくてよかったなって考えられるというか、まあ確かにね、うん、まあ、そういうのでちょっとずつ恐怖をまあなんて低いレベルに、うん、人為的にしていくというか、あれに比べたら大丈夫と、うん、っていう風にするっていうの、はいはい、だからある種あなたみたいな、うん、その最初言ってた話だよね、いっちゃん怖いことをもう経験しちゃえば、うん、その以外そんな怖くねえだろ論、うん、みたいなのにも
つながるかなっていう方法、はいはい、うん、あとは周囲の人に話していくってのがいいらしいですね。うーん、これが怖いんだよと、うんうん、怖いこととか、うん、そういうのを話すことによって、まあ、ちょっとこれセラピーみたいに近いんだけど、まあね、うん、自分一人で抱え込むより何が怖いかっていうのを話していくことによってこう変わっていくみたいな。ジョニー・デップがピエロ恐怖症ですからね。あ、そうそう、ピエロ恐怖症も ね、まあ、日本はあんまりさ、うん、知らない人多いんだけど、僕もピエロ恐怖症、ピエロ恐怖症って多いんだよ、すっげえ。あのマクドナルドだからドナルドがすげえ怖くって、あれは全部誰でも怖くね。あの中野のマクドナルドって、うん、あのベンチがあって、そこへドナルドが座ってんですよ、ね、うん、なんかたまにある、あの手広げてね、こうやってあのベンチの縁に、ね、うん、分かる分かる、手を置いてなんかすごくくつろいでる感じ、等身大の感じのやつがいるんだよね。そうそうそう、あいつ怖くってむちゃくちゃ上京した時に、うん、だからあのメインの道通れなかったですもん、怖すぎて。へえ、うん、マクドナルドすごい好きなんですけど、だからいないところにばっか行ってます、ドナルド。いやいや、そうそう、うん、ピエロ恐怖症ってすげえパーセントでいるらしい、うん、海外は。で、覚えてるかどうか分かんないけど、前コマーシャルで、うん、あの二重跳びができない、おあのちっちゃい子がいてね、うんうん、で周りに二重跳びできてるんですよ、うん、こんな簡単なのできないのかよさ、ドナルドがなんか手品というかなんか魔法かけるんですよ、うんうん、でその子があの縄が見えねえぐらいのスピードでジャンプするんですよ、うん、何重跳びもババ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 みたいな、何のためにで魔法強くかけすぎちゃったなみたいな、ほどけるみたいな、そういうボケなの、ね、うん、ボケですけど、うん、めっちゃ怖ないこれと思ってそういうのもあってちょっと怖くなっちゃってそうね、うん、てかピエロの怖さって多分得体の知れないものなんだよね。そうそうそう、だから想像できないことしてくるから、あいつら、そうそう、うん、にはそもそもがトリッキーだもんね、うん、あのやることがね、そう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 、マジックやったりとか、うん、だからそういう意味では恐怖の存在だよね。苦手なんであれを、うん、さあ道化師にしたんだろうね、その一番笑わせるのに向いてない気すんだけど、うん、あれでピエロが持ってるもう風船も僕苦手になっちゃって、ああそれもイットの影響もあるよね、うん、そうそう、ちょっとね、だから風船苦手も、イットもめちゃめちゃ怖かったもん、ちっちゃい頃見て、うん、スティーブン・キング完全にイットでトラウマになってる人ってめっちゃいるらしいよ、多いと思う、うん、むっちゃ怖かったもんペニー・ワイズ。そうね、うん、日本だとやっぱピエロがさあんまり身近感がないっていうのもあるから、まあね、うん、そこまでじゃないのかもしれないけど、でもほんまにサーカス行った時しか見ないもんなピエロなんか。そうね、遊園地も見ないし、ね、サーカスでもなかなかいないよね、うん、まあね、なかなか見ないけど、うん、そう、うん、まあだからね、あのいろんな恐怖症がもしある人は、うん、こういう方法があって、うん、どうにかできると。ただ遺伝子的にはもう日本人はビビりやすいから、それに対してもしょうがないっていうことなんですけども、はいはい、ただまあその最終的にこれ僕自分の謎は解けないんですよ、うん、なんで何にもその恐怖感じなくなったのかっていうところとかがよく分かんないんで、うん、でも虫苦手でしょ。虫は苦手だね、うん、恐怖なのかな、嫌悪感だね、どっちかっていうと見にくいと、うん、私に比べて気持ち悪っていうだけあそう、うん、でもなんかあると思いますよ。うちの奥さん鳥が苦手、うん、気持ち悪いっつって。あるかもね。でもそのさっきの論で言うとさ、うん、自分の先祖がやたらといじめられてきた動物とかいるなら、うん、だから鳥についばまれて死んだとかね、とかね、うちの奥さんのあれだったら、うん、ちょっとさっと虫にたかられて死んだとかね、そうそうそう、うん、でそういうのが組み込まれてる可能性あるよね、はいはい、うん、でそれに出会ってないのかもしれないね。そうね、うん、そういう意味では、そういうことね、はい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 、気づいてないとか、うん、だけで、うん、船とか乗ったことあります？あるよ、ある。船恐怖症いるでしょ。あの飛行機いるけど、自動車 OK なのに船だけダメみたいなね、うんうん、船だけ異様に酔ってしまうみたいな。酔うってのはそうなのかな、わかんない、うん、でも飛行機とか他のは全然酔わないんですよ、何しても。そうね、いるね、でも確かに船だけは酔ってしまうみたいな。だからあれなんじゃない、先祖が船に引き殺されたとか、うん漁師、漁師とか、ね、船に引き殺されるってなかなかだ、ね、確率的にはないな。タンカーとか、あとスクリューとかに巻き込まれてたとかね、めちゃめちゃ難しいぞ、あれ知り方、むずいわ。まあね、まあ、でもなんか、うん、謎の恐怖症の人とかは、うん、もしくは先祖が起因してる可能性があるんじゃないかっていう、ちょっとねデータが少ないから、うん、まあヘビとクモが有力度がまあ、うん、大体認められてるってだけで、うん、他のはもしかしたらそれはないのかもしれないけど、うん、まあ可能性としてはあると、うん、なんでちょっとね、あの怖がりの方はこういうのを参考に恐怖克服してみるのもいいのかなと、はい、うん、まあそんな、恐怖にまつわるお話でございますけれども、はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。